そういえば、もうすぐチーニャの誕生日ね。あー、そうだね。お母さん、チーニャの好きなもの、なんでも作るわよ。やった、僕はハンバーグと唐揚げがいいと思う。パンタの誕生日じゃないんだから。ケーキは何がいいかしら。あー、今年はいいや。今年は友達が誕生日パーティー開いてくれるからさ、そこで食べてくる。あら、そうなの。じゃあ今年はケーキなしってこと？その友達って誰なの？高校のクラスメートだけど。どこでやるの？リリアンちゃん家だよ。何時に帰ってくるの？そんなのわからないよ。わからないって、夜遅くなると危ないじゃない。8時くらいには帰ってくるんでしょ？だからわからないって。もうお母さんしつこい。ちょっとチーニャ。お姉ちゃん怒っちゃったね。もうあの子ったら。ハッピーバースデーだにゃ。みんなありがとう。それでさ、うちの親ほんとめんどくさくって。うんうん、めんどくさいって。遊びに行くのにいちいち誰とどこで何時に帰ってくるってしつこいの。もう高校生なんだから勝手にさせてほしいよ。わかるわかる、うちもそうだよ。いちいち聞いてくるのめんどくさいよにゃ。でもそれだけ愛されてるってことじゃない？そうかな。親ってみんな心配性なのかもね。ま、気を取り直して食べようぜ。そうだね。ジュースおかわりくれにゃ。パーティー楽しかったな。あ、LINEだ。チーナちゃん、ハッピーバースデー。誕生日おめでとう。素敵な一年になりますように。みんなからもたくさんメッセージ来てる。ありがとうっと。チーナちゃんの赤ちゃんの頃の写真見てみたいな。送ってよ。赤ちゃんの頃の写真か。帰ったら探してみようっと。確かこの辺にアルバムが。あったあった。これは私？ちっちゃい。ねえねえ、面白いもの見つけたよ。なになに？面白いもの？これ、私の赤ちゃんの頃の写真でしょ。そうよ、チーニャが生まれた日の写真ね。ニコニコ笑ってる。お姉ちゃんにもこんな可愛い時代があったんだね。失礼だな。みんなに写真送っておこうっと。ねえ、お姉ちゃんが生まれた時のこと聞きたい。そういえば私も聞いたことないな。お姉ちゃんってどんな風に生まれたの？それじゃあチーニャが生まれた時の話をしてあげる。おめでとうございます。妊娠していますよ。本当ですか？私たちもついにパパとママになるのね。もうあなた泣きすぎよ。妊娠が分かった時はそれはもう嬉しくて嬉しくて。でもすぐにつわりが始まって思うように動けなくなっちゃってね。料理や家事なんてしたことがなかったお父さんが一生懸命頑張ってくれたの。まあまあ、焦げてでも食べられるわよ。洗剤全部入れちゃったの？ポッケにティッシュ入れたまま洗っちゃったの？それから座りも収まって。どう？動いた？おかしいわね。あ、今動いたわ。どう？あ、また動いたわ。お父さんがお腹に手を当てると動かなくなっちゃうのよ。とにかくお腹の中の赤ちゃんに早く会いたくて仕方なかったわ。そしてついにその日が来たの。あら、なんかお腹が痛いわ。もしもし。仕事中にごめんね。なんかお腹が痛くなってきて、もしかしたら生まれるかも。今から病院に向かうからすぐに来てくれる？いたたたたた。もうすぐ会えるのね。旦那さん、お待ちしていました。あなた、ま
もうすぐ生まれますから、一緒に頑張りましょう。はい。ほら、呼吸を整えて。ひっ、ひっ、ふー。はい。ひっ、ひっ、ふー。旦那さんはやらなくていいですから。そして、ついに。ふぎゃふぎゃふぎゃ。おめでとうございます。元気な女の子です。まあ、なんて可愛いの。もう、お父さんなら赤ちゃんより泣いてるわ。元気に生まれてきてくれてよかったわね。そういえば、名前がまだ決まってなかったわね。どうしましょう。そうね、レモン、キウイ、アーニャ、チーニャ、バブ。え、チーニャ。バブ、バブ。チーニャちゃん、うん、とっても素敵な名前ね。生まれてきてくれてありがとう、チーニャちゃん。チーニャはそうやって生まれてきたのよ。へえ、そうだったんだ。16年も前のことをこんなにも覚えてるってすごいね。僕なんて昨日のことも忘れちゃうのに。当たり前じゃない。お父さんとお母さんの大事な宝物が生まれてきてくれた日なんだから。チーニャ、生まれてきてくれてありがとう。お母さん、お父さん。お母さんね、チーニャのことが大切で心配で、だからいつもいろいろ聞いちゃうの。ごめんね。私も反抗的な態度とってごめん。これからはちゃんと答えるようにするよ。よかったよかった。もうお姉ちゃんたらもっと早く素直になりなよ。パンタに言われたくないし。ああ、なんかいい話聞いてたらお腹減ってきちゃった。そう言うと思ってお父さんがケーキを買っておいてくれたのよ。え、本当？やった。お父さん珍しく気が利くね。みんなで食べましょう。じゃあ取るよ。お父さん、お母さん、産んでくれてありがとう。